高崎市にあるカッツ&工房パントンに来ました。大学の頃からあるらしいんですけど、実は知らなかったん で最近人気らしいんで行ってみたいと思います。じゃあアイスのカフェオレで、はい、以上です。ガムシロップはよろしいですか？あ、いらないです。テイクアウトのみだったので車で食べたいと思います。はい、特ヒレです。ではちょっと開けてみましょう。うん、いい香り。はい、分厚い肉、めっちゃ分厚いよね。ね、じゃあ食べてみていいかな。見えるかな。見える？はい、見えるよ。すごい、うん、めっちゃ分厚いよ。うん、これ何の肉？これはヒレ肉。ヒレ肉、人気ナンバーワン。特厚の人気ナンバーワンです。うん、ではいただきます。うん、うん、ジューシー。やっぱヒレだから脂身も少なくて肉の味がダイレクトに伝わります。美味しい。うん、肉肉しくて美味しくて、でパンもおすすめだし、ソースもそこまで主張しないちょうどいい具合のソース でキャベツも入っててめっちゃ美味しいです。おすすめです。人気ナンバーワンの特選厚切りヒレカツサンド食べてみます。慎吾さんがね、あのなんかよくわかんない感じだったからね、ふーちゃんが食べますよ。はい、あ、すごい、見てこれは2センチはある、うん、もっとあると思う。3センチはある、うん、で、パンもその場で焼いてくれて、カツもその場で揚げてくれるの、うん、で中にまあカツサンドだからキャベツも入ってるけど、キャベツでかさ増ししてない、うん、肉が本当に厚切り、うん、いただきます。うん、うんうんうん、うまさうまさ、やばいやばいやばい、うん、おいしい、うん、これは、うん、うん、うん、ソースは、うん、あっさりね、うん、肉ちょっと肉こっちにね、うん、うん、肉がね結構ね、うん、こう熱いじゃん、硬いかと思いきや柔らかい、うん、でパンもちょうどいい感じにこうカリッとしていいね、このハーモニーが。でもね今こう分離しちゃったの、うん、ハーモニーが。だからちょっと待ってね、これ一気に来たよね、うん、だけどこうつるって滑ってさ出ちゃう。ちょうど間だったね。うん、本当は一口で行きたいんだけどさ、中が出そうだよ。あれだわ、一口で行こう。うん、じゃあ一口で行きますよ、うん、あ、でも無理だ、肉だけだわうん、何の音何の音今の
あ、でもねソースねあっさりだけど結構ピリッとする辛み。うん、うんうんうん。今肉しかないからさ。うん、おいしい。それは今まで食べたカツサンドの中でベスト3に入る。マジで。うん。都内でもいろいろ食べてるはずなのに。うん。おいしい。入れすぎた。都内で。この値段でこれは食べれない。都内だったら多分1680円ぐらいする。じゃあ榛名神社、うん、3年ぶりかな確か3年ぶり、うん、来ました、ね、前回は何しに来たかも覚えてません今回何しに来たかも覚えてません。いやいや、おかしい。でね、榛名神社、あの慎吾さんがどうしても地図を写したいって言うからね、なぜか説明させられてんだけど、あの今ここね、現在地、うん、で片道多分 30-40 分かな。結構ね、山なの。ずっとこう上がって、でこの随神門のところをこう通って、すぐそこなんだけど、うん、通ってこの川のところを渡ると橋があるの、うん。この橋のところが前回あめっちゃ龍だなと思ったところ。そうだ、ね、でなんかこの世とあの世のあの世あ別次元の入り口だなって私はその時感じた、うん、今日は知らない。でそっからこう上がってってずっとこう行ってで近くに他のなんか神様とかいろいろいいんだけどでね総龍門だったっけ、うん、総龍門は工事終わったのかな。どうだろう、うん、多分ね新居ここだからもしかしてここが言ってる橋こんな遠くないよね。いやでも橋がないんだけ ど、 どうだったろう、うん、ね手前かな、うんうん、そうその総流門ここね総流門は、うん、確か前回来た時は改修工事中だった。で今回は終わってるか分かんない、うん、本殿もまだ多分工事中だと思う、うん、そんな感じで行ってきます。はい、ちなみにね左上に本殿まで徒歩15分って書いてあるから。そうどこ？あ、本当だ。15分らしいよ。前回30分ぐらいかけた気がしたんだけど。うん。まあゆっくり行ったからね。はあ、まあじゃあちょっと測ってみよう。今何時？あ、急に 日差しがなくなった。うん、今何時？わかんない。いや、私、今11時47分。はい。まあ。この通りだと12時過ぎには着くのね、うん、そうだね。じゃあ行こう。はい、結構寒い。ストール持ってくればよかった、うん、持ってくる？いいよ。布袋さん、あれここ七福神がいるんだっけ？知らない。友康ずいぶんなんか横に広がったね。布袋友康友康だっけ？ずいぶんめでたい感じになったね、うん、ロックンロールだったはずなのに、うん、ある意味ロックンロール、うん、はい、福六十さんだね。慎吾さん、いやいやいや、福六十慎吾誰だ。届かないね、うん、長いもん頭が、うん、負けてないよ。何言ってんの。こちらがハゲブラシズカです違う、ハゲブラシズカ、ハゲブラシズカです。ハゲをブラシするツカです。おかしいでしょ。怒られちゃうね、こんなこと言ったら。本当だよでも昭和51年だからね。
みすずの滝だ。うん、あ、もうこっちもいいよ。群馬県民知ってましたか？何も知らない。この双龍門は安政3年の1856年に作られたらしいんだけど、うんうん、それ以来初の改修工事だった。解体修理か。すごいね。解体してるらしい。150年ぐらいで。何百年？150年ぐらいだね。150年。そうなの、うん、150年ぶりの修理です。うん、札買ってきました、うんうん、春名神社の札です、うんうん、3年ぶりに返しに来たので、うん、また新しいお札を。なんかちょっと変わったね。あ、本当？うん、なんか変わった気がする。変わってない気がするけど、気のせいかも。じゃあさっきの札ちょっと返してもらってあのシャバみたいなのがなんかちょっと変わった気がする。豪華になった気がする。そうなのかな、気のせいかしら、うん、まあね、はい、いいんじゃない。また1年、うん、ね、ね、守ってもらって、はい。春名神社の参道にみそぎ屋さんという梅専門店があったので梅干し買いました。うん、うん、なんで梅が売ってんの？群馬は和歌山県について全国2位の生産量なんで、うん、梅関連、梅干しとか梅酒とか、うん、そういうのが売ってるのが多いです、うんうん、で梅干し大好きなんで。なんで真似すんの？ん？なんで真似すんの？真似してない。私が梅干し好きなの、うん、まー、あ、ちゃんの梅干し、うん、まー、あ、ちゃん、まー、あ、ちゃんは誰？まー、あ、ちゃんわかんない。みそぎ屋さんのオーナーか、まあ、作ってる人だろうね、うん、うん、はい。でもう一個すごいの。私もやろうかしら、ね、むーちゃんの梅干し、うん、はい、もう一個どうぞ。ででーん、何それ映ってるかな。ちょっと待って、もうちょい前に何かわかんない。もうちょい下に、はい、それは何ですか？これ木の枝猿の梅干し、うん、これ木の枝猿の年が16年前なんだけど、うん、16年前って何年？ん、今2021 16年前、2005年、うん、2005年の、うん、につけた梅干しです、うん、はい。でなんで猿がいいかって、うん、あの、まあ、木の枝猿で絶対見えないからそれ前にしても見えない。難が猿、病気が猿っていう意味で猿同士の梅干しはいいんだって。あ、縁起がいいんだね。そう、縁起がいいんだって、うんうん、で中には40年前の梅干しもあったんだけど、うん、あの今回は16年ものにしたんで、はい、ちょっと食べてみたいと思います、ね、めっちゃ気になる、どんな味か、ね、食べてみて。開けます。はい、開けます。あ、でも意外とほら見えるかな。はい、寄りますね、うん、あ、意外と梅干しの形状保ってるね。うん、そう、16年ぐらいだった。じゃあ40年もの買う、うん、食べてみます。はい、うん、どう？何？酸っぱい。あ、酸っぱいの？しょっぱいんじゃないの？もうね、なんか塩分は、うん、多分ね、日を追うごとにじゃないけど年を追うごとにまろやかになってるんだけど、酸っぱみが増してる。酸っぱいんだ、うん、でも
まろやかな酸っぱみなんだ。ちょっと私も食べたい。うん、美味しいよ、うん、ちょっとカメラバトンタッチ。ちょっと行くよ。ドキドキする。どう？匂いも梅干し、うん、そらそうだ。なんか乾燥梅干しみたいな感じだね。じゃあちょっと、うん、あ、すごいよ。塩がこうなってる、うん、見える。結晶化してる、うんね、うん、もうさ、見るだけでよだれが超出ちゃう。行くよ、うん、怖いからちょっと、うん、あ、酸っぱい。でもね、でも私今日朝なんだっけな、どっかで買った梅干しを持ってきたの。どこで、あれ、ね、どこで買ったんだっけ。ビッグサイトね。なんかイベントで買ったんだよね、手作り梅干しって、うん、であれ塩分が 18% だったかな、うん、のしそ漬け の、 あの梅干し食べたんだけど、そっちの方がしょっぱいわ、うんうん、あれはしょっぱい、うん、これはね、うん、酸っぱい、うん、そうだけど、あ、でも梅干しってあれなんだね、なんかイメージしてたのと違うわ。あの種抜いたさ、うん、梅干しあるじゃん、うん、潰したなんていうの、ああいうの、うん、種抜きの、ね、あの、うん、種なしか、うん、なんよくコンビニとかで売ってるようなやつ、うん、あれみたいな感じ。水分もなくて、あの甘いやつじゃなくて普通の酸っぱいやつに似てる、うん、感じ。あ、16年経つこうなるんだって感じ、うん、うん、まあ、あんまり衝撃はなかったね。もっとこう苦いとかあんのかと思ったけど、うん、普通の梅干しでした。普通ではないけどね、うん、乾燥梅干しって感じ。あの食べたことある味、うん、あのぜひ気になる方はあのみそぎ屋のまーちゃんの梅干し16年、これは名前何、キノエサル同士の梅干しってやつ、うん、かな、そうです。はい、じゃあ力こんにゃく、うん、はい、群馬県はこんにゃくが何、生産何、当然全国日本一で、え、何、こんにゃくの芋が取れるってこと。うん、芋こんにゃくだね。芋こんにゃく、うん、一らしいよ。もう群馬の誇りなんだって。そう、下仁田こんにゃく有名だから。すごい暑そう、うん、この群馬の慎吾さんの大好きなこんにゃくを食べようと思います、はい、これなんだっけ、力こんにゃくってなんか、うん、醤油となんかで似てるって言ってた、うん、食べます、いただきます。うん、うん、おいしい。音聞こえる、プチって言った。うんうん、うん、うん、ちょっと七味かけすぎた、うん、辛い、うん、こんにゃくはねめっちゃ味染みてる、うん、美味しい、よかった。美味しいしか言えない。、まあ、味はこんにゃくなんだけど、あのよく醤油と昆布って言ったかな、だしの味が染みてる、うん、めっちゃ美味しい、美味しい。一口100円、はい、じゃあ次、あ、辛い、ちょっと辛い。うん、もう一つ、はい、これもこんにゃくです。これは、味噌こんにゃく、うん、あのお決まり。でもなんか味噌のさ、ね、ちょっとね、何、麹っぽいの、うん、麹、くるみって言ってたよね。あ、そう、くるみ、くるみ、くるみでした。あのなんかね、タレが、味噌のタレの中のあれが選べて結構あった。生姜とくるみとごまと、まあ、ちょっと忘れました。とにかく 6種類ぐらいあったかな、うん、じゃあくるみの味噌おでん食べます、はい、こっちの方ちょっと熱そう。いただきます。うん、いい匂い。うん、
やっぱさ、群馬味噌だね、うん、味噌美味しい。あの昨日の焼きまんじゅう、しょっぱいのと甘いのとって感じで、うん、めっちゃ美味しい。これよかった。あ、もう熱い。うん、美味しい。食べたくなるでしょ。これもね、100円ぜひ、こんにゃくを食べに花神社に来てください。おけけ。あの、厳島姫竜でしょ、那智でしょ、那智権現って、あの那智の滝の那智でしょ、多分、うん、で、スイスレマン、スイスレマン湖ってどこ、スイスかな、うん、で、ドナウ川、ドナウ川ってどこ、世界なのもう、ね、ドナウ川ってどこだっけ。でモンブランって山だよね、あのモンブラン、うん、それでナイアガラで、北方、北方ってなんだろう、北方領土のことかな、わかんない、そうなのかな。で南海、うん、ナメ、南海ってどこ、南海トラフの南海、ああ、まあ、そうだね、そっちか。で春菜で九龍神だって、うん、みんなメスの、うん、女の竜。ミッドガルトシュランゲ、ミッドガルトシュランゲ、ミッドガルトシュランゲ、はい。テレパシーって書いてあるのが不思議、ね、すごい、うん、です。はい、慎吾さんおすすめのというか念願の水沢うどん、日本三大うどんの一つらしい、うん、そう、そこの老舗、うん、一番の老舗の田丸屋さんに来ました。はい、はい、じゃあ水沢うどん食べてみようと思います。美味しそうな音でしょでちょっとまずね、これな、おろしうどんなんだけど、うん、ちょっとまず、だしから、うん、なんか味濃そうだけど一応だしから、うん、うん、北関東の味、あのうちのお雑煮の味とちょっと近いわ、醤油ベースの、うん、うん、まあ別にうちは北関東じゃないけど、関東はこういう醤油の多いよね、うん、ちょっとうどんを、水沢うどん、水沢うどんの特徴はつるつるしこしこつるつるしこしこ、ちょっとじゃあ食べてみますね、うん、うん、うんうん大丈夫、うん、確かにツルツルシコシコ、うん、でちょっと太めでしょ、うん、あのでもシコシコもちもちの方が強い気がする。あ、そうだね、うん、そうかも。ちょうどさ稲庭うどんがさ、うん、細くてさ、そうだね、あんまりツルツルシコシコな感じで、うん、でサヌキはさ太くて、うん、コシが強い感じの、その間って感じがするよね、うん、うん、ちょっとね、私は麺の食べ方が実は下手なんですよ、吸えないの、うん、だけどね、みんなが食べたくなるようにね頑張ってさっき吸ってみたの、そしたらね唇やけどしたの。大丈夫、だからここからはね、うん、いつも通りね吸わないでね、すすらないで普通に食べるの、うん、やっぱりそんなにコシって感じじゃない、うん、うん、柔らかめでツルッとしてる、うん、でそう、これおろしうどんだからね、ちょっとね、おろし入れて入れて、うん、いっぱい、
まず鬼おろし、すごいよ量が半端ない、うん、どういう味が変わるか痛い。他にもね、うん、いっぱい薬味があってね、海苔、うん、生姜かなこれ、うん、生姜を入れてみます。これでどんな感じか。え、大根も群馬有名なの、もしかして。そういうわけじゃない、まあ、野菜は大体ね育ってるよね。じゃあいただきます。はい、うん、爽やか、おいしい。はい、では早速食べてみたいと思います。ん、もう食べたい気持ちが強すぎて他の紹介をはしょったのね。、うん、はい、まずどっちから。じゃあまず普通のね醤油からね、うん、うん、美味しい。うん、やっぱ森の方がねツルツルシコシコな感じで、でももちもちしてる、あんまり濃くない感じで、うん、次ごまいってみます、うん、美味しいです。はい、よかったね念願の水サラダ、うん、ずっと言ってたもんね今日。はい、じゃあ食べてください。はい、水サうどんを食べた後、伊香保温泉で一番有名な西方亭の湯の花まんじゅうを買ってきました。食べてみたいと思います。食べたことないの。あるよ。あるでしょ。うん、あるけどさ、うん、やっぱいろんなところのね温泉まんじゅう食べるからね、どれがどれだかちょっと覚えてないよね。お、そうそうそうだ、ここはほら見えるかな、薄皮であんこがこんないっぱい入ってんの。じゃあ食べてみます。うん、まああんこ甘すぎずでいくらでも食べられそうな感じで、この薄皮も味がしっかりしてて美味しいです。ベンちゃん発見。さあこのベンちゃんの顔見て、うん、誰かに似てると思わない？え、誰？誰でしょう。チーン。ヒントは、ツイッターつながり。わかんない。わかんない。よく見て顔似てる、このそっくりの顔の人いるから。わかんない。女性だよね。女性、もちろん、うん、正解は若葉さん。若葉さん似てない？あ、確かに。めっちゃ似てると思った、うん、見た時若葉さんなんじゃない。じゃあ次に行こう。はい、榛名神社から。チャンネル登録よろしくね。